どことつながってっていうの本当わかんない。本当からくり屋敷やわ。もう迷路や迷路。あでもちょっと待って、もう目的地どうもえら。え？ぬるっと戦闘始まった。3人いんのか。個人。砂人の術。何？呪い？おお。効かないんだけど強いな。謎の尺八。強くない？ちょっと待って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 、ちょっと待って、主人公は、あ、ちょっと忍法火の鳥。ちょっと回復しよう。回復、天むす、能力向上、カステイラ、全状態異常回復、あ、ええー、ね。よし、回復や。任しちょけ。かたじてない。いいね。やっぱ火の鳥あれか、発動前時間かかるね。見える。ねえ、よし。ふう。強かった、普通に。72人切り。でもこの先がなんか目的地臭いわ。ちょっと別のとこまだ見てないとこあるから、それ見ていこう。どっちだ？こっち？まだ見てない。あ、なんかいる。どうされました？わらわをこの城の姫と知っての狼藉かえ。ふん、知らんな。見られたからには生かしてはおけん。あら、怖い。誰か助けて、たもれ。やりますか。何やつ。4人一気に出てきてくれんのね、ありがたいわ。それずつやっていくか。クマイたち、おお、いいね。忍び切り。忍法、クマイたち。許せ。倒しました。おお、76人切り。こんにちは。ああ、危ういところを助けていただき、なんとお礼を申してよいか。なんとたくましい御仁。どうじゃ、はい、このわらわとちぎらぬかえ、いいんですか。え、でもこれ敵かな。ザレごと。なんかお部屋がなんかムンムンしてるわ。と結ばれるは嫌と申すか。ざれごと。そうかい。え？おお。え？切り捨てる。ああ、何を？え、いいのかな。あ、よどぎみってなんか聞いたことあるぞ。ごめん。ごめん。おお。許せ。切ってよかったのかな。ことおたにゃ。
77人切り。これちぎったらなんかあったのかな。あーなるほど、ここも来たことがあるところだ。なるほどね。はい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 。さあじゃあ戻るかな。あの姫様本当に倒してよかったんだろうか。ちょっとそこだけが少し心残りではあるけれど。だってここだわね。何やつ。あれ、八賢者がいる限り。はい。多いな、八賢士。砂塵の術はどれぐらい持っていけるかな。斜め切り。火の鳥使おうか、火の鳥。いや、どっちがいいんだろうな。でも時間かかるしな。まあ、火の鳥使うか。まあ、その間にね、いい加減にしとけや。この人で頑張って削ってもらって、不動の構え。見える。6人か。よし行け、火の鳥。そこか。あー強え。ラスボスはこれでいけんじゃない、火の鳥で。ありがとうございました。86人切り。さあこやつがボスか。いやー、敵ながらあっぱれあっぱれ。ここまでたどり着いたくせ者は主が初めてじゃ。はあ、主を御敵として憎むより、この城の者たちの不甲斐なさを情けなく思うぞ。だがそれもここまでじゃ。主のような者にうってつけの男と手合わせさせてやろう。いでよ、武蔵。武蔵、宮本武蔵。あ、宮本武蔵。私ちょうど今の竜の如く剣山やってるからめっちゃタイムリーやな。剣の腕で武蔵に勝る者などこの世におらぬわ。え、あなたとやるんですか。忍びか。よもや再び剣を交える相手と出会えるとはな、はい、まだラストボスじゃないんだね。わっわっ。小刀子、己が運命を変えてみよう。変えてみよう。強そう。普通に強そう、見た目が。前で行くか。かまいたちかな。あ、でも、あ、やばいやばい。間違えた。技のチョイスを。かまいたち。かまいたち、来たもんね。見せてもらう。状態異常になっただけありがたいか。物が剣。物が剣。何だこれ。いつにゃかなわんき。おい。ちょ、強いんですけど。何が効くの？手裏剣？もらった。おお、まあ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 。我が宿敵の技を見よ。いって。
お。うん、手裏剣かなーで攻めていくか。おら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 、いいね。これあ、待って待って、やったぜよ。いやでもこれで死ぬか。いけ、そこか、よし、うん、見事じゃ。許せ、ありがとうございました。よかった、見事。見事。よくぞこの武蔵を倒した。閻魔人軍きっての忍びか。主の名、あの世でも忘れぬぞ。普通になんか亡霊が出てきてもビビらない主人公たち、何なのっていうか、もうこうなんかこう当たり前の世界というか。あ、でここね、亡霊が出てくるのが当たり前みたいな、何なんて感じやけど。痛い。え、なんだなんだ、ボスラッシュか。あ、痛い、そなたに。お姫様じゃん。心が痛い。わらわが一体何をしたというのじゃ。まあ、確かに何もしないんだよな。恋をしてはならぬと申すか。おいおい、それ本当か。騙されちゃいかんぜよ。おでに娘がおるなど聞いたこともないがじゃ。ほう、ないがじゃ。騙したな、どっちよって話。さすが伊王様が見込んだ男よな。ん、愚かな殿方たち、素直にわらわの申し出を受け入れておればよいもの。よし、あ、2回目。あ、あ、え、ちょ、綺麗なお姉さんじゃん。あなたはやるんですか。ちょ、なんか申し訳ないね。ん、無駄なあがきよ。あ、恨みの効果。やば、めっちゃ恨まれてる。まあそりゃそうだよね。よし、ナイスナイス、余計。あー、でも地形ダメージか。しわりにゃ。なぜその身を委ねぬ。今度あんまり効かないのか。あ、でも、あー、除隊長きつい。手裏剣乱視。このわらわを怒らせぬ方が身のためぞ。痛い痛い。色気ってこう。あ、やばい、なんかあれ、状態上乗ってんだけど大丈夫か。答え回るな。諦めて心のままに。お前だ、終わりはお前だよ。さよなら、終わりだよお前は。よくもわらわを。許せ許せ。ありがとうございます。伊王様。すると、okay、先ほどの姫は人にあらず。切って正解やったな。86人切り改め85人切り。え、なんか減らされたんだけど。くそ。さあ、あとちょっとやな。あ、これてっぺん何もないのこれ。うん、さあもう終わりやな。幕末編も結局100人全員見つけられなかったな。あの裏ボスも含むんだったらちょっと無理そうだけど、まあね、結構レベル上がったし、いっか、主人公たち。ここまで来たということは、あの武蔵を倒したということか。はい。ネズミ風情めが、こそこそと我が居城を這いずり回りよって、かくなる上はこの私自ら、貴様らの相手をしてくれる。私も腕には覚えがある。おめおめと貴様らのようなネズミごときにやられたりせぬわせぬわ。